ジャックさん、今日は猫の日です。いつも一緒にいてくれてありがとう今日は猫の日なので、ジャックとリリに感謝のメッセージを送ります。聞いてください。ジャック聞いて。いつも一緒にいてくれてありがとう。あやぴはジャックが来てから毎日がすごく楽しいです。寂しい時はないし、ジャックといつも一緒にいることがあやぴが一番嬉しいことです。それで、ジャックをお迎えしてからジャックと離れるのが辛くなりました。一泊二日とかで温泉行ったとしても、ジャックとリリ大丈夫かなってずっとペットカメラを覗いてしまいます。だいたい寝てます。あやぴのお家に来てくれてありがとう。リリをお迎えしてからジャックはお兄ちゃんになってしまったけど、それでも妹のリリの面倒をちゃんと見てくれるジャックのお兄ちゃん姿はすごくかっこいいです。ジャックは世界一かっこよくて世界一偉いお兄ちゃん猫です。ジャックさんはまだ5歳ですが、猫の寿命は短いので今からお別れがすごく寂しい気持ちです。でも AIM のカリカリをいつも食べてるからきっと30歳まで長生きするって思ってます。30歳のおじいちゃんジャックと19歳のおばあちゃんあやぴ、老後も幸せに過ごしていきたいと思います。ジャック、これからもあやぴと一緒にいてね。リリピへ。あやぴと一緒にいてくれてありがとう。もう3年間も一緒にいます。毎日一緒にご飯を食べて、石川のお家では一緒に寝てたりもしました。東京に来てお部屋が別々になったけれども、それでもあやぴはリリピのことが大好きです。でもリリピはそうじゃないです。リリピは最近リリカレの方が好きな気がします。やからあやぴは少し寂しいです。ずっと3年間も過ごしてきたのに、あやぴよりリリカレの方が好きなのかなってちょっと疑ってしまいますけれど、朝起きた時とかお部屋に来たらリリがにゃーって言って甘えてきてくれるので、まだ大丈夫だと思ってます。いっぱいおいしいご飯を食べていっぱい遊びましょう。リリ、ちょっとまだメッセージの途中やから、リリちょっとメッセージの途中、メッセージの途中ですが、ここでチュールの時間にします。おいしい猫の日チュールです。おいしい猫の日特別ロブスター味です。無言で食べる。リリジャックにもあげて。ちょっとリリちゃん、ちょっとジャックにもあげるんだよ、これは。ちょっと痛いし、リリちゃん、いつも一緒にいてくれてありがとう。ねえ、ピアジャックもリリも大好きやよ。かわいい、かわいい、かわいい。あ、ごめん、出しすぎた。ちょっと